MA-1、ま、フライトジャケット MA-1、ま、はフライトジャケットの一種である。アメリカ軍における軍用品企画番号は m 八千 J-8279 から m 八千 J-8279G までの8つ。アルファインダストリーズ製のものが広く流通しているが、他にスカイラインクロージング等の軍納入業者のものが確認されている。読み方は MA-1 だが、MA-1、まあ。 マースと M1 等と心よく呼ばれることが多い。軍用機の多くがプロペラ機からジェット機に移行するに従って飛行高度も高くなり、フライトジャケットに付着した水分が氷結して乗組員の活動の妨げになることが分かったため、それまでの革製フライトジャケットではなく、ナイロン製のフライトジャケットが考案された。1950年代初頭に、 先行する B-15 型フライトジャケットの後継としてアメリカ空軍が開発したのがこの MA-1 型フライトジャケットである。狭い軍用機内で様々な機材や機器に引っかからないよう極めてシンプルな外見を与えられている。また、後ろ身頃の丈が前、身頃より短くなるようにされている点にも特徴がある。これは航空機のシートに座った際に 尻と腰の間に生地が挟み込まれないためである。ファーストタイプから始まり、5回目の改良で生まれた D タイプではリバーシブルで、外側はセージグリーンというくすんだ緑色になっている。内側はインディアンオレンジというエマージェンシーカラーの橙色が採用される。脱出、または墜落した場合、ジャケットを裏返して着用し、救出部隊に発見されやすくするためである。 インターミディエートゾーン用、すなわち、摂氏10度から低、摂氏10度の気温で着用される。フライトジャケットだが、グランドクルーの防寒用ジャンパーとしても使用された模様である。縫製は極端に目の詰まった縫製が縫い目に、奥のシワを生み出し、このシワがインナーライナーを固定するとともに保温効果も出している。斜めにカットされたハンドウォーマー。 上腕部にシガーポケットとペンホルダーを装備するなど独特のデザインになっている。アメリカ海軍やアメリカ陸軍にも採用され、1950年代から1980年代を通じフライトジャケットの定番となった。派生型としてフードが付けられた N-2B タイプやさらに丈が長いコートタイプの N-3B タイプがある。ありがとうございます。